チャオ、あっちゃんです。今日も、あっちゃんの、肩もみマッサージをまたね、ふくらはぎを揉みます。ふくらはぎがね、ちょっとだるいね、最近。だからちょっとふくらはぎマッサージをね、ダブルぐらいでしようかな。2回ぐらいして、ちょっとまた雑談というか、ちょっといろいろお話をしたいと思います。はい、ちょっと待ってね。これをね、ここにつけて、はい。で、寒いからこれかけて、ポチッポチッ、2回ポチポチしたらあったかくなるからね。これでお話ししましょう。今日もね、3年星占い2018から2020の射手座の本から、ちょっとね、これで面白い話をしましょう。大体ね、星座で大体人間の性格とかって、大体その生まれた星の元に生まれたっていう言葉がよくあるけど、ある星の下に生まれて、その時に、動かない星っていうのがあって、守護星とかいうのがあってね。で、それにで、大体性格っていうのが、あらかたの性格っていうのがこうじゃないのかなっていうのがあって、あっちゃん結構当てはまるところがあって、星座じゃない、射手座の人はそうじゃないのかなと思って聞いてください。で、射手座じゃない人は、射手座ってそういう人なんだなと思って、あっちゃんだけじゃなくね、射手座の人にはそういう感じで接すると、いろいろ誤解とかトラブルとか、そんなんが少なくなるんじゃないのかなと。マイク持ってんのかな、いけてんな。ということで、星座ね、星座じゃないわ、射手座の人とそういう関わりをすると、あんまりトラブルがないっていうか、誤解がないのじゃないのかなと思って紹介したいと思います。はい。で、一応ね、本の紹介、この前もね言ってくれた表紙とか、あと中の内容をちょっとこうかいつまんで読むっていうのは OK なんですね。ご心配いただいてありがとうございます。ご心配してくれて、何人かコメントくれてたんで、そこは大丈夫なんです。で、ここでね、内容の方ビって、これは字やからいいねんけど、絵とか書いたやつを写したり、そういうのはあんまりよろしくないみたいで、絵っていうのは絵に対してのね、意匠権があるんで。はい。ということで、内容に入っていきたいと思います。この中でね、星座っていうのはね、頭の上、星がこう動いてる中で、そこで星占いの世界には動かない星っていうのがあって、それが、生まれた瞬間の星、それがね、生まれた瞬間、その何かな、その空に散らばる星の中で、なんていうの、その生まれた星の元で性格っていうのがある程度その決まってくるっていうので、星座12星座に分かれて、全員が全員同じ性格じゃないけど、似通った性格になってくるんだよみたいな話やねんけどもね。そこのところでね、射手座の世界っていうのをちょっとお話ししましょうというところで、ここで読んでいきたいと思います。二重の容姿姿を持つ人馬具射手座の元に生まれた人が好むのは、戦車を狩ることや、流行る荒野を荒馬を乗りこなすこと、大平原の、大平原草を編む羊の群れを導くことや、あらゆる種類の四つ足獣を飼いならすこと、荒れ狂う虎を収め、獅子をおとなしくさせること、象に命令を下すこと、この居住を手なずけること、いろいろな芸をやらせること、まことにこの具は、四つ足獣の胴体に人間の上半身が乗った形をしているのではないか、弓を引き絞って矢を放つ姿が人馬具人の筋肉に力を、精神に活気を、そういうね、不屈の活力を注ぎ込むっていうのが射手座の、性格。これがね、だから外国の人がこれを言ってるらしいね。そういう文章をここに引用してんだけども、射手座の人間、射手座の人っていうのは素晴らしいパワーと才能、この短い文章にみなぎっているのを感じたんではないでしょうかって書いてあるんだけどもね。このとこでね、射手座っていうのはね、やっぱり射手座の一大テーマは旅。
うん、やっぱりね、あの旅を支えている移動手段やからね、いて座っていうのはそういうところがあるって。で、いて座は旅の星座で、未知の世界に向かって長い距離を越えて旅をすることが好きな人が多いようです。だ、実際ね、どこどこへ旅行すんねんとか、まあね、言ったらアフリカ行くねんとか、イタリア行くねんとか、まあ、ヨーロッパ行くねんとか、アメリカ行くねんっていう旅じゃなくね、人生の中で旅に近いような経験をしたい人が多いっていうことやと思うねんね。まあ、古い時代の旅って言うとキャラバンみたいに商売のために土地から土地移って、行商をしているのが旅やねんけどもね、そことか宗教的な巡礼の旅、だからね、孫悟空とかね、孫悟空ちゃうわ、西遊記のあれ、三蔵法師がインド、天竺に旅するようにね、宗教的な旅も旅やねんけども、あとね、戦争がするためにね、よその国を攻め込むっていうのも旅けど、現在誰もが安全に長い距離を旅できるたわけじゃないと、昔はね、やっぱいろんなね、苦楽を越えていくのが旅やったって、命がけやったのが旅やったって、その命がけな旅に、果敢に挑むのがいて座の、性格、危険をも犯して旅に出た、それをやるのがいて座やと。で、いて座の人はとても楽観的と同時に、優れたリスクテイガーでもあるって。危険があってもそれを回避する術を学び、状況に変化の柔軟に対応して、危ない橋を見事に渡ってのけます。ハラハラドキドキするような危険な状況を密かに楽しんでいるようなところさえあります。あっちゃんもそうやね、結構これ危険かなと思っても、まずそこ危険やからって引くんじゃなく、危険やからこそ行ってしまおうっていうところがあってね、まあ、そういうとこ当たってるなと思うけど、いて座の人ってそういうところ多い。あっちゃんだけじゃなく、あっちゃんの知ってるね、周りにいて座の人何人かいてるけど、その人たちもそういうところがある。あっちゃんに近いところがあって、やっぱ結構楽観的な人が多い。根拠のない自信があって、ね、ちょっとしたことでも危険かなどうかなって考えて引くねやったら行ってまいみたいなところがあるんでね、ちょっとヒヤヒヤするところがあるので、そういうところは多めに見てあげてください。はい。で、伊手座の人は非常に、知的で豊かな知識を持ってますが、それに縛られて頭でっかちになることはありません。無双家でありながら、夢を夢に終わらせない行動力に恵まれてます。ザックバランでオープンマインドですが、どこかしらおかしがたい気品を持ってます。まあ夢語ったりね、夢に向かって歩く子供みたいなところが大いにあるんでね、そこはね、伊手座の性格なんで、否定せず楽しんであげてくださいっていうことなんでね、そんな感じで、伊手座は負けず嫌いで新しいことに挑み、飽きっぽいところもある。追いかけられるより追いかける方が好き。何かに熱中するとき、ぼんやりと 無力でいるときのギャップが大きく、周りをイライラさせることがあります。これは伊手座の性格なんで、イライラしないでください。伊手座の人はそういうところがあります。だから、なんかこうね、熱しやすく冷めやすい。で、冷めてしまうんかって言ったら、心のどこかにまだ種火が残ってて、数年後にまたやるみたいな、数時間後にやるみたいな。だから、サボってるんじゃなく、伊手座の性格として、一気にやり遂げるんじゃなく、やっとって途中であんだけ熱心にやっとんのに急にもうパンとやめてしまう。でもうやめてもうたんかい、飽きたんかいと思ったらまた忘れた頃にやり出す。それが伊手座の性格なんです。かなりそうじゃない周りの人はイライラすると思うんだけどね、イライラせず優しい目で見てあげてください。はい。で、伊手座の人は、騎士道物語の騎士が描いているような深い忠誠心を感じさせるところがあります。思いのまま自由に世界を飛び回っているようでいて、その、心深いところには非常に大切なものにつなぎ止められている部分があるのです。伊手座の人は冒険や旅が単なる物見草さに終わらず、まるで修行者が高い山を目指すような意識を感じさせるのは、このつなぎ止められている部分があるからではないでしょうか。っていうか書いたんだけどもね。まあ伊手座の人って意外と自由に見えて、芯があるっていうかな。その自分がやろうと思ったことはやるけど、人に言われてやるんじゃない。人に指図されてやるんじゃなく、自分がいいと思ったことしかしない。それも性格。っていうかね、伊手座の性質なんでね、まあ、かなりそういうところがあって、何回言ってもこいつしおらへんなと思ってもね、しません。でも何か言われて、ああ自分の中で、あこれいいことやなって落とし込んだら、それがどんなことであろうとやり遂げるっていうのも伊手座であってね、まあ、そういうところがあるんじゃないか。まあ、周りの伊手座の人
を見ると、あっちゃんじゃなくね、あっちゃん見てもあっちゃんちょっとわがままでね、好きなことやってるように見えるけども、他のイテザの人を見てみてください。そういうところがあります。だからそれもイテザの性格なんで多めに見てあげてください、はい、でイテザっていうのはね、意外とそういうね、子供っぽいところがあったり、なんていうのかな、自分に根拠のない自信があって、意外とそういうところがあるからね、結構リーダーシップを発揮して引っ張っていくところがある。でもだからって言ってリーダーになってくださいって言ってもなりたがらない。なんでかっていうと縛られるのが嫌、だから、自分の好きなようにやりたい、っていうところがあるんでね、意外と、自由奔放なところがあるんでね、そういうところも見ててイラッとするところもあるかわからへんけどね、まあ、パートナーとして一緒に、付き合っていく中ではかなり面白い、ね、人が多いんじゃないのかなと思います。で、肩にはまるのが嫌いで、人が、人が右に行ったら左に行く、長いものには巻かれないっていうね、そういうちょっと天の弱的なところもあるんでね、かなり集団の中で生活していくとちょっとね、なんだこの人って思うところがあるかもわからへんけども、意外とそういうところでも集団生活もできるんやけども、できるけどもあえて集団の輪の中に入ろうとしないのがイテザの性格なんでね、はい、まあ周りにそういう人がいたら、あ、イテザってそうやなって思い出してみてください。で、付き合っていく中でイテザっていうのは裏表がありません。で、見たままです。その通り。ただ、いろんな反面持ってるんで、つかみどころがないっていうところもあって、なかなか分かりにくいところ。だからわざと分かろうとしなくても大丈夫です。見たままなんで、で、かなり勘違いされやすいところもあってね、っていうのがよくね、イテザの説明書に書いてあるんだけども、かなりあっちゃん当たっております、はい、だから結構みんなに勘違いされたりね、いろんなところがあるんやけどもね、まあそういうところがあっちゃんの性格やけど、あっちゃんがそうじゃなく、ね、そう思うんじゃなく、あっちゃんじゃないイテザの人と付き合う中で、そういう感じで付き合うとイテザの人っていうのはかなりいいお友達、いいパートナー、いいビジネスパートナー、生涯のパートナーとしてイテザは楽しい人生を、イテザと付き合うと楽しい人生を歩めると思います。イテザの人は結構ね、面白いというかね、結構バカげたことをしたりね、突拍子もないことをするんで、そこは気にせず行ってみてください。で、堅実な星座、他の星座の本はちゃんも読んでないし、他の星座じゃないんで、他の星座のことあんまり気にしてないんで、あれだからね、見てないから分からへんけども、他の星座の人が見ると結構堅実で真面目な星座もいてる、あと、一途な星座もいてる、ね、いろんなその星座星座によって性格が違うねんけども、その中でいて座っていうのはかなり自由奔放で見たままなところがあるんで、かなり理解しされにくいところがある。だからいて座の人っていうのは意外と子供っぽいところもあったりするんで、なかなか他の、ね、星座の人とかには受け入れられにくいところがあるんだけども、全て見たままなんで、見たまま受け止めてあげてください。はい、まあね、人間どの星座っていうか、どの人でもね、もともと悪気があってね、悪人はいてません。みんなね、生活していく上でいろんなね、障害とかいろんな事件事故、いろんな出来事があって心がすさんでいってね、悪くなってくるけども、世の中悪人はいてません、はい、だから法で裁かれることはあって、行為を裁かれることがあっても、人が裁かれることっていうのはないとあっちゃんは思ってます。もともと悪い人なんていてない、だからね、生まれてきて言葉も知らない赤ちゃん、お母さんから生まれたてにね、生まれた途端から悪人っていてないからね、それは育ってきた環境が悪人にしてるだけのことで、その人も更生すれば更生できます。だから、性格っていうのかな、そういうね、偏見で見るんじゃなく、過去じゃなく、これからを未来を見ると、いろんな人と付き合っていく上で、楽しいんじゃないのかなとあっちゃん思います。はい、ということでね、ちょっと今日はね、星座占い、3年の星占いのいて座のところからいて座の紹介をしてみました。はい、こんな感じでね、いろんな星座の紹介も面白いと思うんだけど、あっちゃん別に他の星座じゃないんで、興味がなく読んでないんでわからないんです。で、ここにね、いて座のね、神話とかね、
いろいろ載ってるんで、その辺もちょっとまた今度紹介していきたいと思います。はい、ということで、石井ゆかりさんの3年星占い2018から2020年、これ結構面白いんでね、いろんな星座があるんで、またリンク貼っときます。で、足マッサージがめちゃくちゃ気持ちいい。もう話しとってもね、意識飛ぶぐらい気持ちいいんで、足マッサージもリンク貼っときます。これ8000円ぐらいやったけども、あっちゃん買ってよかったなと思います。もうこれ戻っとった気もします。で、テモミンみたいなね、揉んでくれるところ行ったらすごい気持ちいいかもわからへん。マッサージ屋さん行ってもいいかわからんけど、あ、こう一回行ったらやっぱりね、最低2500円15分とか書いてあるから、もう十分元取ってます。はい、めちゃくちゃ使ってます。で、電気代が1ヶ月で10円そこそこ、行くか行かへんかぐらいなんでね、電気代も安いし、いいんで、よかったら買ってみてください。だいたいこれ買うともう何年って持つんでね、かなり家族で取り合いになると思います。めちゃくちゃ気持ちいい。1日ね、やっぱ1回2回やってね、足とか腰とか首とか肩とかね、やってみたりとか、ちょっと凝ってるところにギュッと当てて、こうギュッと横になるだけでもう十分にリフレッシュできるんで、マッサージャーよかったら買ってみてください。8000いくら。では高いなって思うかもわからないけど、8000いくらで体がこんなに気持ちよくリラックスできるやつ、安いとあっちゃん思います。これはかなり安いお買い物でした。で、この本、630円プラス税、680円ぐらいなんでね、この本、かなり面白いです。で、占いのね、信じないとか、占い嫌いとか、占いは見ないっていう人もいてるけども、占いって別に信じるもんでもないし、それに対してそうだからってその通りするもんじゃない。占いっていうのは、それ自分の指針、もしここにね、これからラッキーなことがあるんだよって書いてあったら、いいことがあるんだなってポジティブになれる、性格が明るくなって行動ができる。だから当たらんでも当たってもどっちでもいい。だからそうなれる。で、もし嫌な占いが嫌な占いが出た場合は、その占いが外れてほしいから、もし、ここ1年間もしかしたら病気になりますよって言ったら、病気にならへんように気をつければいいねんね。とか、事故するとか言われる、事故とか事件が起こるって書いてあったら、そういうふうに気をつけることによって今の生活態度って改めないといけない。だから事故が起こるんじゃなく、何もしてなかったらそうなるから改めなさいよっていう指針やと思ってください。だからこれを見て、いいこと書いてあったらいいように考えて楽しく生きればいい。悪いことが書いてあったら悪いなりにそれを気をつけて、それにならないようにやればいい。だからそれだけのための指針なんでね、630円で2年間、1年間200円で、これを見ながらね、これ結構ね、何回読んでもね、同じページ、いや、今この時期やからこういうなら、ああそういうことなんやってひらめくこともあります。何かの指針になるんで、占い本っていうのはあっちゃん好きなんで、占いをただ単に闇雲に信じるんじゃない、乙女じゃないからね、乙女ですけども、はい、やがましいってごめんなさい、占いを闇雲に信じるんじゃなく、占いっていうのは自分の道しるべ、言ってみたらそこにある、ね、こっから言ったら大阪32キロ右、名古屋左、そこから180キロとか書いてある看板やと思ってくれたら、あ、そうやったら今自分の行きたいところに行くにはどうすればいいのかなっていう指針やと思ってくれたらいい。そんな感じに使うと占い本っていうのはかなり面白いです。だからね、あっちゃんあんまり好きじゃないね、大御所って言われてるあなた死ぬわよっていうね、占い師のおばちゃん、あんま嫌いやねんけどもね、大作家のね。でもあれもね、見てたらね、あ、大作家入るんやったら今年気ぃつけなあかんなとか、今年は良くないよって書いてあったら気ぃつけなあかんな、今年はいいよって書いてあったら、いいって言うんやったら自分の思うとることやったろっていうチャレンジ精神も出るしね、勇気も出る。そんな感じで時々見るけど、あのおばちゃんあんまり好きじゃないんで、あの本は買いません。はい。でもね、そんな感じで占いっていうのは結構好きなんね、今度ね、また手相占いとかもあるんでね、行ってみたいなと思って。で、視聴者さんが石切さんへよって言ってくれてるし、確かに石切さんってね、占いが弱はあるし、聞くねん。あっちゃんの友達もね、行くしね、結構ね、意外と占いっていうのはね、大企業の社長さん、結構巨万の富を得てる社長さんなんかでも、自分のお抱え占い師さんがいて、占いして、占い通りにやっていて成功したとかして、とか、ちょっと、ああいう人ってかなり、ハイな時だけじゃない。かなり落ちて、借金抱えて、破産することも、何回も何回も破産して、今がある人、社長って結構いてんねんね。そういう社長も占いっていうのを指針にして、生きてきた人が結構多い。
だから占いって結構バカにされるところもあるけども意外と、うん、役に立つところもある。だから占いをねただ単に闇雲に信じてその通りするんじゃなく、占いっていうのは自分がどうするかっていう指針や羅針盤やと思って持ったら面白いんでね。だからあっちゃんまた今度ねいつか石切さんの方へ占い行ってみようかなと思う。なかなか石切さん遠いから行かれへんね。あっちゃんとこからやとねちょっと東大阪の方ってなかなか行くとこじゃないんでね。でも行きたいのは行きたい。まただからこれ今年は無理やと思うんだけどね、また来年とかでも時間余ってきたらそういうねいろんなことも行きたいと思ってます。はい。でね、そこでまた動画も撮れたら楽しいなと思うんで、ちょっとその辺も相談の上でねちょっと行ってきたいなと思ってます。はい。まあそんなこんなだからおみくじもそうやね、おみくじでもそうやねんけど、今年大吉出たからいいんじゃない、大吉出たからこそどういうふうに気をつけたらいいのかって書いてある文章あるやん、あれ見たら結構当たってんねんね。ああいうのも好きでよくするし、うん、結局、うん、そういうことなんよね、うん、だから、まあ、そんな感じにね占い本っていうのも楽しいんで、よかったらこういうの、あっちゃんこれリンク貼ったのはいて座貼ってあるんで気をつけて自分の星座を買ってくださいね、買うんやったら。で本屋さんで売ってるかもが時々売ってんねんけど、ちっちゃい本屋さん売ってない、あっちゃんいつも行く本屋さんこれ置いてないのよ。でいつもこれは通販で取りをしてますってことで、2回目の足マッサージ終わったんでそろそろ、あっちゃんのお話この辺で終わりにしたいと思います。はい。ということで今日は足マッサージでふくらはぎもほぐれてリフレッシュしたあっちゃん、めちゃくちゃ気持ちいいしね、まあ、足も軽くなったんで、足はねふくらはぎは人間のね第二のポンプ第二の心臓って言われてる通り、ね、ふくらはぎを揉みほぐすことによって、ね、元気を取り戻して、あっちゃんまたね今日も一日全力であっチャンネルできると思うんで、この後また、次お昼ご飯撮ってちゃうね、お昼ご飯食べて、でその後また動画撮って楽しいことしていきたいと思います。では今日も一日よろしくお願いします。またね、バイバイ。